にちは、ギアログフィルムです。いやね、この間この12100のこのレンズをね買って、その動画をね、その感動をお伝えした、悪魔のレンズと呼ばれるこのレンズの感動をお伝えした、動画を作ってみたんですけども、見ていただけたでしょうか。見てない方はぜひここら辺にあるリンクからぜひ見てください。で、このレンズを買うときにね、結構悩んだのが、やっぱこのレンズって F4 通しのレンズなんですよね。なので、やっぱね、暗いんじゃないかなっていうのとか、やっぱ F4 だとボケないんじゃないかなって、またね、これマイクロフォーサーズなので、マイクロフォーサーズってもともとまあボケにくいじゃないですか。で、まあ、暗いところにも強いセンサーではないので、やっぱそのセンサーにおいて、で F4 っていうのはやっぱしんどいんじゃないかなっていうのがちょっとネックだったので、ずっとこれにこう手を出せずにはいたんですけど、まあね、実際今回手に入れてみて、じゃあ F4 の力っていうのがじゃあどこまで使えるのかっていうのをね、ちょっと知っておこうと思って、今回いろいろこう検証してみたので、悩んでる方には参考になればいいなと思います。それでは検証スタート。それじゃあ早速ね、作例を見ながらちょっと検証していきたいなと思います。でですね、まず、今この映ってるのが 12mm の映像なので、換算 24mm ですよね、の映像なんですけども、やっぱり F4 になってくると、まあそんな背景はボケてないかなという印象ですね。で、まあ基本的にズームレンズなので、こうやってね、こうズームしていけば、最悪ここまで 200mm までズームすれば確実にボケるわけじゃないですか。なので、それでこうボケ味を出せないかなと思って、ちょっとずつズーム域に寄っていきたいと思います。これが、36mm ですね。換算 36mm の映像なんですけども、ここら辺でも開放の F4 だと、まあそこまで背景がボケるといった感じではないですよね。で、次が換算 50mm ぐらいのね、息で撮っとけばよかったんですけど、ちょっと撮り損ねてまして、一気に、換算 100mm まで行くんですけども、ここまで行くとかなりもう背景はいい感じにボケてきてくれてるかなと思いますね。人物はだいぶこう浮き上がってくる感じはあるので、まあ、自分の中ではまあこれぐらいね、ボケてくれてれば全然いいかなとは思うんですけど、皆さんどうでしょうか。で、これが 200mm 側の映像になります。で、これもう一番望遠端になるんですけど、まあこれぐらいね、ズームかけて望遠側で撮ってやれば背景はだいぶボケるので、ここまでなってくれば全然 F4 でも十分かなといった感覚はありました。で、次は、物撮りというのは、こう人間じゃないものをこう寄って、それに注目させたいみたいなシーンを撮ってみたんですけど、これが、12mm の、換算 24mm の画角なんですけども、このね、葉っぱのこの上の方のここら辺にピントが合ってる状態になります。ちょっとね、この手前に合わせた方が後からこう見返すと分かりやすかったかなという後悔はあるんですけども、基本的にはここの葉っぱの上にピント合わせた状態でやってます。これだとまあ寄って取れば十分背景はボケるんじゃないかなといった感じはありますよね。で、まあやっぱり 24mm と広角な分あって、いろいろ写すことができるので、まあ寄って取れれば十分かなといった感じです。で、これが 36mm ですね、画角になります。もうここら辺でだいぶ背景がしっかりボケてくるので、物撮りにおいては十分かなといった感じもします。で、これが、50mm ですね。ここら辺になってくると、もうそれに注目する感じで、むしろちょっと絞らないとピントが、被写界深度がちょっと薄くなりすぎるかなといった感じで、これが 70mm ですね。もう十分ですよね。まあ照度があれば、明るさが確保できる環境であれば、全然もう寄って取ればしっかりボケてくれるのかなっていった感じをします。で、やっぱりこの望遠になると手ブレが気にはなるんですけども、このレンズ特有のね、手ブレ補正がね、やっぱいい仕事してくれてますよね。ということでですね、まあ実際野外のそのある程度火が照ってる状況で撮った感覚としては、まあ望遠側にすれば
どうしてもボケが必要な場面であれば十分取れるのかなといった感覚はありました。 F4 だったとしても、まあ広角でどうしてもぼかしたいっていう場合であればやっぱり F4 では全然足りないなっていう感じはあるんですけど、まあ僕の中でね、実際撮ってて広角でなんかぼかしたい時があるのかって言われるとあんまないかなっていうのが、なんか今撮影してる中では実感としてはあって、広角でこう撮りたいってことはこう全体を映したいから広角で撮るわけじゃないですか。なので全体を映したいのにその背景をぼかしたいってなったら、じゃあ別に広角で撮る意味があるのかという気もするので、そう思えばまあ F4 でも十分じゃないのかなと、むしろもうちょっと絞らないと後ろがはっきりとは映んないかなとかは思うので、まあ、野外で、ね、日中撮る分であれば F4 でも十分な感じもしました。でね、まあボケ側に関してはそうなんですけど、一番はねやっぱり夜間というか暗い場所ですよね。暗い場所で、やっぱ F4 だとノイズがねやっぱ気になるんじゃないかなっていうのが僕の中でやっぱりちょっとネックとしてあって、ちょっとねちょうどその撮影行った場所に室内の暗い場所もあったので、そこら辺をこれから検証で見ていけたらと思います。はい、で今この映像がね、F4 で撮ってシャッタースピードを50分の1秒にして ISO 100で撮ってる映像です。さすがにこれだと暗すぎちゃうので、これで ISO 400ですね。 ISO 400の映像になります。ちょっとねもう物が動いてないので静止画なのか動画なのかよく分かんない状況になっちゃったんですけど、で、これでもまあちょっと暗いなというところで、これが ISO 1250になります。でここで1点ちょっと注目というか注意ポイントなんですけど、この BMPCC でこれで撮ったんですけど、これってそのデュアルネイティブ ISO って言ってベース感度が ISO 400のところと3200のところでこう2箇所あるわけなんですよ。なので1250っていう値のところがですね、ISO 3200の一番下げた状態、 ISO 3200のベース感度で撮って一番下げた状態なので一番ノイズが出にくい状態になるんですけど、その状態で撮ってるものでこれが仮に ISO 1000で撮ったとすると、ベース感度を ISO 400から上げた状態で1000で撮るので、ここになるとちょっとノイズが目立っちゃうんですよ。なので1250っていうその上の感度での一番ノイズが出にくい位置では撮ってるっていうのがあるので、ちょっとそういうデュアル ISO とかね FX30 とか FX8 とかも入ってますよね、あと α7S3 とかああいうデュアルネイティブ ISO の、カメラに限っちゃうんですけども、その、ベース感度の一番下のところで撮ってあげるっていうのをするとノイズ感は出にくくはなるので、今回この BMPCC4K の場合は、ISO 1250で暗い場所で撮ってみるってことにしました。で、まあ、これがね ISO 1250の A なんですけども、まあ、こんだけね F4 で明るく撮れればまあ十分じゃないかと思います。でノイズ感もそんなに出てないですしね、そんな気にならないですね。これ今ちなみに何にもこうノイズ除去とかかけてない状態で、しかもこれローデータなのでカメラ内でのノイズ除去すらかけられてない状態、本当にカメラに入ってきた情報のまんまの状態でこんだけ の映像なので、そこまで必要はないんじゃないかなとは思います。でちなみにノイズ除去かけるとこんな感じ、これでも 10% なんですけど、これなしありなしあり、これもめちゃくちゃ分かりにくいかもしれない。ある程度ねこうめっちゃズームかけていって、あれをなんだここら辺の格子の部分のノイズ感見てもらうと分かると思うんですけど、なしありなしありって感じで、ただね、まあほんとね、あんまりこうちゃんと全体を映して撮った時に、これでノイズがあるかないかの差っていうのがあんまわかんないとは思うんですけど、まあ
そこまでね、ノイズ除去をかける必要はないかなとは思うぐらい綺麗には撮れてるので、まあいいんじゃないかなっていった感じですよね。で、ちなみにここから見るのが、ISO 400で室内で撮った映像になります。これぐらいでも、まあ、室内の雰囲気見た感じよりちょっと暗く撮れてるかなっていう感じなので、別にそれでもいいかなとは思うんですけど、やっぱ1250とかで撮れると、だいぶこう、明るくは撮れますよね。どうですか？ノイズ感、そんな気になりますかね？自分の中ではそこまで気になる感じじゃなくて、まあ、ここの、今のこのね、撮影した場所であれば、まあそこそこそのなんか展示物を飾る程度の照明が当たってるっていう状況であれば、まあ ISO 1250で撮れば F4 であってもそこまでノイズは気にならないかなと思いました。でね、まあ、室内でもう一点検証したのが、そのいつも広角で撮りたいっていうわけではないじゃないですか。室内であったとしても手元に寄ってみたりとか、まあ、目元に寄ったりとか表情を撮りたいとかでこうグッて寄るシーンがあると思うんですけど、そういう時って、まあその広角レンズでこう近くに寄って撮るのもいいんですけど、これだとなんか撮られてる側の圧迫感がすごかったりするので、僕としてはやっぱり 100mm とかね、でこうズームでちょっと離れたところからあんまりこう撮られてますよ感が分かんないぐらいの距離で撮りたいとか、あとその望遠液の画角で撮りたいとかいうのもあって、ちょっとした望遠側で撮る場合があるんですけど、今回この 100mm 側で撮ってるんですけど、この問題点としてはやっぱり望遠液ってちょっと被写界深度が薄くなっちゃうので、今これで見てもらったら分かるんですけど、これ今 F4 で撮ってるんですけど、今ここら辺のね、この積み木というか木の、真ん中ら辺にピント合わせてるんですけど、この手前の手とかがやっぱボケちゃうわけなんですよ。なので、まあ、これで表現としてはいい場合はいいんですけど、やっぱこの使ってるこの操作じゃないね、遊んでるこの手もしっかりピントを合わせてやりたいって思った時に、まあ、絞るしかないわけですよね。で絞ってあげると、まあ、F8 とかまで絞るとこの手の方にもピントはしっかりこうやって合ってくれるんですけど、やっぱだいぶ暗くなっちゃいますよね。なのでここからさらに、ちょっと明るさを無理やり上げてみてます。でこうなると、まあ全体的な明るさとしては十分かなとは思うんですけど、やっぱり、1250で撮ったものを後から露出上げてるので、こういう手元とかはノイズが出てくるので、さすがにちょっと気になるかなとは思います。なのでここから、ノイズ除去をかけてみました。これね、今 20% ノイズ除去をかけてるんですけど、なしにするとこんぐらいノイズが出てきちゃいます。でこれをオンにするとこれぐらい消えるので、まあここぐらいまで消えてくれれば、まあそんなにこうはノイズだらけだなみたいな感じにはなんないので、まあ十分これぐらいならいけるんじゃないのかなっていう感じはしました。ということでまとめていきたいと思います。でね、 F4 で、ね、ボケるのかボケないかっていう話でいくと、まあ確かにボケはかなり弱いとは思うんですけども、必要であればこのレンズに関して言えば寄ってしまえば、寄ってか望遠鏡にすればだいぶボケますし、広角液でね、その背景ボケが必要なシーンっていうのが僕の中ではそんなにないかなっていう印象もあったので、まあ十分じゃないかなと思いました。で、暗いところはですね、まあ1250で撮れば、まあそこまで気になるノイズは大きくは出なかったかなというところで、で、まあ絞っちゃいたい時にはちょっと出るんですけども、まあ F8 ぐらいで後からノイズをね、20% ぐらいノイズ除去をかけてあげれば使えるかなとは思ったんですけども、まあそこら辺でいくと、もうあのレンズ性能というよりかはカメラ側が高感度に強いカメラを買う方が断然使い勝手はいいのかなと思うので、
レンズ側はね別に F4 であったとしてもそんなに動画に関しては問題ないのかなというのが僕の中での印象になります。ただ今回ね全て 24P で撮ったんですよ。 24fps で撮ってて、なので50分の1秒でシャッタースピードやってるんですけど、やっぱここをね120フレームで撮りたいとか60フレームで撮りたいってなった時に、まあ120分の1だった秒だったり、まあ、240分の1秒っていうことはないとは思うんですけども、まあ、そこら辺の、シャッタースピードを上げた場合っていうのはもうやっぱり F4 だと厳しいのかなという、まあ高感度モデルを買えばそれでもいけるかもしれないんですけども、そこら辺はねちょっとこう暗いレンズ特有の厳しいところかなとは思いました。とまあねそんな感じで今回はこの F4 の実力をいろいろ試してみたんですけども、参考になりましたでしょうか。やっぱねレンズ選びするとねこう明るいレンズがいいんじゃないかなってついつい思っちゃって、僕自身もニッパチズームレンズだったり、まあ、単焦点の 1.8、1.4 とかね、あの欲しくはなるんですけども、やっぱりあそこら辺使うとね、あそこら辺でやっぱ高いし重いしでかいしっていうところになっちゃうので、ちょっとね悩ましさはあるんですけど、まあ理想はね安くて軽くて明るいレンズがあれば一番最高なんですけど、まあねやっぱりあんまりでかすぎると持っていくのもめんどくさくなるしとかね、いろいろ悩ましいので、まあ今回の検証でね、まあ自分の中ではまあ F4 のレンズであったとしても意外と実用性は十分なのかなという感じもあって、よっぽど暗いとこ行くとかそこでスローモーション撮るとか、まあ星空撮るとかでなければ、まあまあまあ使えるんじゃないかなっていう検証結果になったので、今後のレンズ選びの参考にしていきたいと思います。ということで、参考になったよっていう方はグッドボタンいただけると嬉しく思います。でこんな感じで動画に関する検証だったりとか、まあ普段の作例だったりとか、いろいろ動画に関することを挙げてますので、興味持たれた方はぜひチャンネル登録いただけると大変嬉しく思います。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。You hold this map, I'll hold your hand. Take this love around the world.